何かその季節的に体調崩すし何かメンタルやむしやばいよなありがとうほしい笑うのよゆうくいや何か <laughs> 結構あれですね何か配信だとやっぱ結構あのお素,素直な感じでいらっしゃるからありがとうございますはい私は今時間がかかんないけど次はねちょっとね 止まらなくなっちゃう時があるから、夜が特にね、止まらんのよね。大丈夫。でも熱とか下がったからね。はい、ということで、やっていきたいと思いまま、よろしくお願いします。りな <laughs>、てか、ありがとう。来てくれて、誕生日おめでとう。彼氏さんって言っといて。<laughs> はい。やっていくでいい。えー、っと、やばい。阪神寂しさだから喋れるかな、私。頑張ります。 サンキューの日なのでいつもありがとうと。さあ、そうです、オッサンキューの日だからみんな出会ってくれてありがとう。りな、ねえ、なんでえ <laughs> なんでえ違うのえ違うのえ違うえ違うくないでしょえ合ってるよね <laughs> 私、あの、人のインスタ結構見てるからね。あの、キーズのアカウントでめっちゃ見てますので。ねえ、みんなインスタグラムやってるインスタ。ストーリーとかあげてよ、みんな。はるちゃん見たいんだけど。あの、ストーリー、あの、 フリートツイッターのフリートみたいなのもやってよみんな。見たいんだけど。よいしょ。え、ゆうくん撮影会のメール消えたんだけど大丈夫って何え、なんで消えたの消したんじゃなくてあ。今日うまくいかないや前髪。え、マネージャーさんに言っとこうかい言おうかもう一回なんか送ってあげてくださいって。もう今日うまくいかないから今日このままやろう。 マネーさんに言っとくねなんかメル消えトみたいなんで太蔵さんあの送ってあげてくださいっていいな合ってる全部いいね来ても <laughs> いいねしちゃった <laughs> かわちゃんこんばんはクマさんですが何かこんばんはこの前ぶりだ私あとシェアしたてかしてないよねあれしてないよねじゃあシェアするわじゃ2回目だったらごめんなさいって感じなんだけどしてない気がするまっ、あ、いっかしてたらしてたでねしょうがないよねよし ストーリー全然やってない知ってるなんかみんなさストーリー全然やんないよねやってよ <laughs> ゆうくんおじさんにインスタきつい使えないのゆうくんはくまちゃんはるちゃんのストーリー待ってるよなんかねストーリー更新ストーリーはめっちゃねできるんよ飲み物あるよお父さん水 <laughs> 今日リハで飲まなかった水あ <laughs> かない ちょ水飲むねなんかさ花粉の薬かえってなそのくしゃみとかでもさまった鼻水とかでも扁桃腺が腫れたやんか腫、ね、れてなんかめっちゃやばい熱出たいよ39度ぐらい出てあやばい。なんかこれまた絶対そうだわと思って病院行ってまた検査やっぱ熱あるから検査受け 受けさせられちゃって、で熱下げる薬とか鼻水止めとか全部出してもらって、だから今ね六種類ぐらい薬飲んでる。でも全然せのせ咳だけ止まんないよな。咳止めもらもらってないのかな。咳出るってあ咳出るって言ってないからか。ありがとうおじ。かまちゃんインスタ見る見るの専門見るせんね。結構見るせんの人多いよねインスタね。 春トック期待そうねあの TikTok さあの前毎日やってたやんであの止まったやんかそっからなんかねなんか何やろうみたいな何にしよっかなーって思ってそうだねそろそろやろうかななんかそうあの肌荒れで化粧するモチベがないんね多分女の子ならわかるけど肌荒れてたりするとさ目とかめっちゃなんかやる気うせるよなメイク か変わってください花粉とこの扁桃腺ののハれをだどうだったかりな今日だっけお花のストーリーに吸って見てくれたの知ってるけどねりなが見てたの私見てる人全部見てるからあの足跡載せたあれファンの方から頂い,いたんだけどめっちゃいい匂いするあれインスタやってる方なんだけどストーリー流すほどネタ見つからないやストーリーなってねもうあのそんなネタじゃないよなんか今日何々食べたみたいなとか KP! みたいな。<laughs> <laughs> あの <laughs> お酒さお酒グラスで待ってケンピーみ,ーみたいなブーみたいなブーみたいブーブーってやればいいストーリーなんか <laughs> おきちこんばんはハルティアこんばんはおきちゃんありがとう来てくれてゆ <laughs> く春は僕よりオの方が大事なんだやんだそれはそういや別にみーたんの方が大事ってそのなにこう天秤にかけるのそれって <laughs> えメンバーとユウくんをこう天秤にかければ私なあのこ,こういうときはきっといやユウくんの方が大事に決まってるじゃんっていうのが正解だからそうやって言っとくねクマちゃんツイッターを見るの専門えでもクマちゃんめっちゃリップくれるからねあとあれでしょあの今日のりんごみたいな載せるの専門でしょクマちゃんのストーリーはストーリーじゃないツイッターか あ、まつんさん、ちら。来てやーはるってや、はるちゃん来てやー荒 <laughs> ぶりがすごいありがとうありがとう来てくれて。ゆうくん、なんで本気にされてんのえ、ほん、さあ、私は常に本気だから。別に冗談とか通じないタイプなんで。<laughs> 通じる、通じる大丈夫だみんな通じるからね。そんなつぶやきツイッターにするからな。KP! みたいな。知ってる KP はしてなくないなんか写真多いよね。クネクさんは。他のアイドルさんの写真とかね。知ってるから、私全部見てるから。うんうん。うん。まあ、キにね。あのー、撮影が少ないのでしょうがないんですけど。かまちゃん、今日のリング <laughs>。ハッシュタグ、推しの色は絶対ね。みんなもやんなよ推しの色は絶対青で埋めてください、タイムライン。<laughs> 松田さん、はるちゃんのおでこかわいい <laughs>。おでこチャームポイントでーす。嘘でーす。 なんかね、褒められるのはね、なんか、大人の人に褒められるのは、おでこが多いの、ほんと、おでこ綺麗だね、みたいな、頭の形綺麗だねって言われることが多いんだけど、なんか、友達からは、めっちゃ手、手手が細くて綺麗って褒められまーす。オラのツイッター見えてない。あ、み見るわ。ちょっと、今から見に行きます。今からじゃない、後で。で。え、さん当は冗談通じる通じるよ通じる、通じる。通じます。冗談しか勝たんの 最近人とあんま喋ってなかったから今日メンバーとちょっと喋ったけどえいえいえい,えいやっていきますよろしくお願いします <laughs> 全然10年ハイなんかこれなんで <laughs> 全部素敵だねよくありがとう全部素敵だねって <laughs> か全肯定してくれてるけどいいのそれはその あれ的にゆうくん的に大丈夫なのそれはまっつさんめっちゃでかい草生えてるけど大丈夫そうえいということで10時15分までやりたいんですが私には時間が分かりませんどうしましょうめきんくんこんばんはタジオじゃないですえタジオじゃないんですか知らなかったえタジオさんかと思ってました <laughs> ハッシュタグはおはるしかかたんでえ、めっちゃいい。てか、結構なんかおはる、おはる呼びの人なんか最近増えた気がするよね。ニシーさんな。ありがとう、教えてくれて。あと20分くらいかな。わかんないけど、時間の計算が。おしめには厳しいので。いや、全然、全然厳しくないよね、最近。なんか、最近、全然厳しくないんじゃんね。どういう、どういうこと皆さん、この時間は寝てますかちょっと、起きてもろて。 かまちゃんおしめに甘いので知ってるからそれ <laughs> 知ってるよおしめに甘いのは <laughs> うんまあそうだよねうんみ見てればわかるよ見てればくまちゃんなんかこの前もあの二、ー、人で喋ってるとこなんか見てたけどなんかお花咲いてた周りになんかほわほわほわみたいなうん咲いてましたなんかいろいろいいですね素晴らしい 見たことはないじゃんこのやり方夜ご飯食べたから眠く何でもないですよってさ眠いいよじゃあこれを寝落ち配信寝落ち配信にしなよなんかこれを聞きながら寝るみたいなでも絶対寝れないよ私の配信だってうるさいもん自分でもわかる自分でなんかうるさいのが <laughs> くマちゃん鼻見えた見えた見えたなんかほうほうほうって飛んでたゆうくんわかるあの人ずっとニヤニヤしてる 人ののことを言えるのでしょうかみけんくん,はみけん,くん30分前に仕事とばっかりなんでまだ起きてるそれが私えっ終わるの遅くないめっちゃやばいじゃんめっちゃハードだねお疲れ様みけんくん起きれて偉いねあーよくいれそう帰ってきて急いでさご飯食べたからさ <laughs> なんか早くやんないとみんな寝ちゃうかなーと思ってちょっと早めにしたんだけど私も眠くなってきてご飯食べたからんんん なんか、ショールーム、ショールームさ、し、バグでさ、あの、多分星投げてくれてる人かな。1位の人だけ全然表示されないよな、いつも。なん、な、どういう現象なの、これ。あ、でも、あ、こっちには見えてるからいいや。こんちゃん、人のこと言えないと思います。そうです。<laughs> それな。それな。私もそう思う。人のこと絶対言えないよね。ゆうくん、て点ての演技なんで、そうなんや。あ、演技なんだ。あ、なんかごめんね。演技させちゃって、なんか。 ごめんなんか演技しなきゃいけないほど私と喋るのってそんな辛いんだごめんごめんなさいミキ君はるちゃんのしゃ誰か寝てえっえっクでくまじゃないクじゃないプーさんだよプーさんプーさんがクロミちゃんの <laughs> あのクッションで寝てる有名のコラボですホ <laughs> さん歌ってる時は100位大丈夫歌ってる時100位大丈夫なんだけど1回だけやばかった時があるその時はあのメンバーがカバーしてくれました そのなんか常に100入てるわけじゃないなんかショールーム始まると急に100に止まんなくなるよな俺かじゃない俺かじゃないクマちゃん間違えたプーさんク,クマのプーさんだからね2時まで起きていいから大丈夫よかったでもくまちゃん朝早いんじゃない大丈夫なのそんな起きててゆうくんメンヘラ感えなんか最初はメンヘラを隠して生きていこうと思ったのでも やっぱり自分を偽るのってよくないからもう隠さないことにしたのメヘラじゃないけどね別に思ってること言ってるりなくロみちゃん今日会ってきてえ今日行ったのいいやんね楽しかった一人友達と行ったの母さんが言ったああびっくりしたプーさんねプーさん <laughs> はいということで iPad 充電2%になったかな告知しようかな今回もねちょっと告知が遅かったんですけど はい、ちょっと告知していきます。はなかよいよ。えってかゆうくん本当にマネージャーさんに言っとくメール、メールもう一回送っ,たも送ってくださいって。LINE <laughs> しとくけど。はい。えー、っと、ライブの告知します3月の11日。えー、読めないこれ、あ、スカイズ、スカイズアイドルパーティープレミアムかな 花開花じゃない目だった3月11日木曜日えー、っとクラブこれはアジアさんかなにてライブがあります出演が3時25分から特典会が16時からとなっております平日でねちょっと早い時間なんだけどみんなさん是非来ていただけるととても嬉しいですよろしくお願いします くまちゃん、5時半起きだよ。めっちゃ早くない早くだって5時間半しか寝てないんでやばいよもっと寝ないとお父さんじ自分も偽あるのやめようやめようやっぱ疲れるからいなリ,リオ行けば誰かしら知れるすごーい常連やんえすごっえすごくない <laughs> すごいな配信終わったら DM するから大丈夫ありがとうあよかった OK シーさんアジアエイジアエイジアかこれエイジアエイジアですか エイジャー、おいしーさんが言うからエイジャーでしょう。ゆうくん、11日の時間、中のバカかと思って、私も思ったよ、見たとき、え、やばくないこれと思ってえ、え、この、え、どういうことみたいな、え、この時間、この時間にやるん、ん本気みたいな、思いましたよ、結構、はるちゃんも。そまあ、と思って。なんか、<laughs> いや、将棋さ、3時25分ってって感じじゃない いや、私は出る側なんで言いません、これ以上。皆さん遊びに来てください、ぜひ。唇のあれ、えぐいな。かまちゃん、5時間寝れば十分じゃん。もう本気で言ってるそれ。え、みんな5時間とかで大丈夫なの平気私、12時間ぐらい寝るとって無理なんだけど。えもう絶対ね、睡眠時間、私の睡眠時間が,がバグってるんだけど。 ゆうくん土日にその時間でやってくれ切実にそれな <laughs> あの土日があれねあの13がなくて14に撮影会があります <laughs> ああ鼻かゆいよや前みたいにね鼻すごいかゆいわけじゃないでね見て見てニキビできちゃったのここにニキビ朝起きたらニキビできててびっくりしちゃった <laughs> なんかニキビ <laughs> 鼻なんか見えるとこにできないでほしいなんかさ おでこのさ、ここら辺で来てくれれば隠れるのにさなんかこことかさここばっかなんだよねなんか脂っぽいもん食べすぎなのかななんか言わないなんかこことか脂物取りすぎみたいなまあ確かにチョコレートめっちゃ食べたからなさっき甘いものしか食べてないそんなことない今日グラタン食べたわ <laughs> かまちゃん中学の時26時間寝たことあるよえそれなんか え事故に遭ったとかじゃなくてそのこんなんかそのーえなんか昏睡状態だったとかじゃなくあシンプルに26時間寝たの1回も起きなくってじゃないよねえすごくないニキビ最近できない年寄りなのにどういうこと待ってさ交換してよ私とぜひにはいということで本日は15分までやっていきます是非初見さんも気軽にコメントしててくださいよろしくお願いします だっていやなんか26時間はやばくないえすごくないいや私もやってみようかないやでもなんかマジでホントにバグりそうだな生活習慣これこれ以上バグったらしライブ起きれなくなっちゃうかわちゃんああ2日間徹夜したあとにかやばいねテスト勉強とかしてたってこと私ね徹夜無理なんよねテスト勉強の なんか徹夜する勢いで頑張るけど無理眠くなっちゃうからいつも諦めるのテスト諦めてたゆうくん春が夢に出てきたらそのまま永遠にしたいと思ってるのに全然出てくれないピエンえっ夢で十分なの逆にえっそのー私と会うのではなく夢でいい十分みたいな感じ満足だなーみたいなクマちゃん遊んであっ遊んでてかん徹夜えぐいねあーでもそしたら疲れるか あー徹夜かー絶対無理だなー徹夜徹夜って2四時間起きてるんでしょゾンビになっちゃうよ私ゆくまさかの煽られた煽おってませんいやそれでいいのかなーと思ってああんか夢で十分なんだなはるちゃんってってねそんなことないよね全然ね <laughs> なんか TikTok で見たんだけど本当になんか 平行パラレルワールドってあるらしいなんかその計算上をんかこうななんか足したり引いたり渡ったりするとなんかずっと地球の先の方には自分たちと同じ地球がなんかあるんだって同じやつが人たちがいるんだってずっと遠くにね。らしいよ。 くまちゃん推しに夢で会いたいですが何かいやいやだからやっぱりほらチェキを敷き詰めてあの枕カバーとかに <laughs> 絶対会えるよカマちゃん教えてくれてありがとうご飯ね今ありがとうお父さん徹夜してからのお仕事はさすがにしんどかった、うん、いやそれはやばい仕事中絶対寝るでしょう寝なかったの逆に圧のかけ方が <laughs> えなんかすごいなんか肯定されてるありがとうありがとうなんかすごいすごい 僕と同じ人いたらら地獄すぎるから存在しないでほしいなんでよえもし自分と同じ人がいたら同じ人がいたら同じ人いたら何しようかな同じ人がいたら何しようかな一緒にご飯行きたいね自分と同じ人がいたら c テくんちらあ、ヨおありがとうね来てくれて。 こんばんは。久しぶりにチェキぐちゃぐちゃになっちゃうじゃんなんか鉄鉄板鉄板の下とか鉄板を一回引くの。<laughs> そしたら絶対ぐちゃぐちゃになんないで鉄板と鉄板に挟めばいいんだよ。<laughs> チェキ見えないけど <laughs> めっちゃ寝心地悪いけど <laughs> 折れないよそした <laughs> おっさんそこまでして <laughs> そ,うそ,うそ,うそこまでして <laughs> どっちの春にすればいいか迷うかやめてください迷わないでくださいこちらの春ちゃんでお願いしますコーちゃん寝づらい、まあ、確かに寝づらい寝づらいが夢で会えるでも夢だって忘れちゃうかもしれないからねコーちゃんドッペルゲンガー でもなんかさ、この地球上にさ、似てる人って3人いるって言われてるじゃん、本当なのかなみんな会ったことある、ドッペルゲンガ。ーなんかでも会うとやばいらしいね。なんかあんま良よくないっていうね。江戸なのみんな会ったことある。私はちなみに目が悪いから、あんまりその周りを見てないからわかんないんだけど。なんかね、なんか最近ずめっちゃ目が悪いよね。え、だから見て、カラコン変えたの、また。<laughs> 全然見えないけど、見て。会ったときに見せよう、みんなに。<laughs> どうって。 フチアリのカラコンにずっとハマってるからそれしかしてないけど最近なんか前1ヶ月用のカラコン買ったのにどっか行ったんよね <laughs> 消えた <laughs> 次会う時は違うっかもしれないねえ怖い <laughs> 小声なのちょっと怖いんだけど <laughs> どういうこと小声あまあまあまあ、うんまあ、全然わかるから大丈夫だよ多分 わかるわかる <laughs> お気に入りのカラコンんカラコンお気に入りの色ってあるのなんかねなんか縁があちょっとスメッツっていうか出せないけどあ出せないなんか縁がねちゃんとしっかりあ,あるやつにはまってる最近色はね前一昔前は黒黒いもう真っ黒のなんか カラコンが好きだったんだけど今はフチアリの中が茶色いやつが好きキャンディーマジックっていう多分女の子は別かれててカラコンしらなの子は絶対わかると思う聞いたことあると思う使ってる母ちゃんえ部屋ぐちゃぐちゃやめてください部屋は生活できますゆうくん突然別の子だけ一生チェキ取り始めたらマジで入れ替わっていいかもしれない そんなことないよね <laughs> え。えそんな、え、そんなわけないじゃんね。うん。もし、なんか、本当にそうなったとしたら、私、どうすればいいんだろうね <laughs>。なんか、放心状態かもしれん <laughs>。固まったえ、びっくりびっくりしちゃった、今、ちょっと。なんか、よくわかんなくて、今。めんどくさん部屋汚くないと生活できないのも、いや <laughs>、さ できるけどなんか汚したくなるのがはるちゃんの差がといいますか汚して怒られるまでが生きてるなって実感するそうそう汚してママに部屋片付けてよってめっちゃどなり散らかされるまでがもう私の生きがい <laughs> でもそうじゃないと性を実感できないんです私嘘ですごめんなさい普通に嘘ですそんなことないですよちゃんと片付けれますゆうくんごめんってそうだよね 他のアイドルさんのチキの列にそんなネタで並ぶとかしないよね部屋に生活感ないとなんか変な感じするのわかるえそうそう生活感だからこれ生活感どんな気がいい, <laughs> <laughs> いやでもほらほらめたま周りはさほらちゃんとちゃんとねほら綺麗でしょ見えるとこは綺麗にできるからし部屋片付けれるんだよ絶対 生きてる実感そこに求めないよいや冗,冗談だ冗談冗談ほん本気じゃないから全然こうじゃお,お部屋ってほどじゃないよ全然見せれないけどお部屋ではないよ何回も言うけど別にな生ゴミがなんかあが落ちてるわけじゃないから私の部屋は服,服だから服と大きすぎる犬の人形えじむんどんだよ喋れてるあれえ私れないえああの私が喋れないライブの時に見てくれたとこか,かな どんなんだろうちゃんと汚れてるちゃ,ちゃんと汚れてるうん見えない曲は結構汚れてるもう配信の時だけもうザーンザーンってやってるからいやでもそう聞いて私さ今日ね今日リハだったんですけどリハでなんかあリュック背ょってったの靴忘れちゃってリハ用の <laughs> めっちゃ滑ったあの靴下りやったから。 初めて靴忘れた。驚きなんやんかって思われるかもしれないけど、本当にちゃんと入れたの。入れたつもりなんだけど、落ちてた。やばいよね。服ちゃんとかけよう。つな、か、かおうん、おん、んばる。なんか、型崩れしちゃいけないものはちゃんとかけてるね。コートとか。あの、スカートとかはちゃんとかけてるんだよ。一応ね。くまちゃん、ちゃんとなんだ。そうそう、ちゃんと。さリハッツピニャートさん、ありがとう。 せっかくペン持っていくようになったのにそうペンはもう入ってるもうペンあの4回ぐらい忘れたから <laughs> ペン4回ぐらい忘れたからもう大丈夫ちょっと待って部屋に靴落ちてる状況って、ね、いやちゃんと靴あの靴を入れる袋に入ってるからその靴が片方ずつポイポイと落ちてるわけではない全然ちゃんと 2, 2つあの2つで1つになってるから大丈夫まだ靴はね私なくしたことないよね あの小物とかよくなくすんやけどねうん大丈夫までまだいけてるなんてかもう宿問しないと思ったおつさんまさか衣装が落ちてるとかないの衣装は落ちてないちゃんとかかってるよちゃんと衣装はあのしわくちゃになっちゃうの嫌だからなんかよく使うものとかをだからちゃんとかかってるコートとかあとなんだろうそれこそ衣装とかあの衣装はさなんかおひれがあるじゃないですかおひれなんかその こうピラピラピラって後ろになってんのがあのたたむとくちゃくちゃになっちゃうからあの綺麗にたたんでもしわついちゃうからそういうのあちゃんとかけてるよ靴下ひで履ける最近履けてるよ最近履けてる履けてる結構余裕って感じ髪伸びてきたねそうのそうなんかねこの前切ったばっかりのはずなんだけどね伸びちゃったからまたまた切ろうかなと。 撮影になんかいつもさこう切ってほしいなんかいつも長いんだよね切ってくださいって言ってもビビってんのかなみんな切ってくれる人長いんだっていうかなんかもう癖が <laughs> 僕も部屋のいろんなところにチキがあります大事にしてますです <laughs> あれでしょうクローゼットの中に散らばってるんでしょ <laughs> ちゃんとさなんかたた,たまつってよゆうくんはこわちゃんあかり自分のペン持ってこないんだぞ あのねあかりちゃんが私ペア持ってきてるの見たことあの2回ぐらいなよねなんかあの主催の時だけじゃない持ってきてるのなんかそんな気がするそんなことないいや主催の他にも1回ぐらい持ってきてるな多分私さロングにはもうしないのエクはねつけようかなって思うたまにエクはつけるけどもその,の伸ばす過程でさなんか肩とかに引っかかるのが嫌だから うん、つけてもよくかな。当分は短くいこうかな。りな、今って直接プレゼントあげれるのあ、直接プレゼント、あの、渡し、渡せます。渡せるよ。渡せる、渡せる、渡せる。みんな、渡してくれるよ。全然大丈夫。ちょっとごめん。もう一回だけ水飲ませて。<laughs> あ、あ私、今思い出したメンバーにまださ、 バレンンタインあげてないや <laughs> あげなきゃ <laughs> 何がいいんだろうねあてか今日メンバーあのー、今日はさきなちゃんとみーたんからプレゼントもらったんよなんかねみーたんはなんか何が欲しいって言った私あのー、コンセントがいらない15分やんちょっと待ってこの話だけさせてちょっとどうしても言いたい <laughs> しょうもない話だけど言わせてんかコンセントがいらないさ持ち歩けるアイロンちっちゃいアイロンさあるやんか それが欲しくてでみたいにおねだりしてもらっもらうともおねだりっていうか何欲しいって言ってたからそれコドレスのアイロン欲しいって言ってもらってさきなちゃんはイブ・サンローランのクッションファンでくれたイブ・サンローランのクッションファンで初めてだから嬉しい <laughs> 失礼お父さん喉無理しないでねありがとうかんちゃんチェキチェキチョ十23冊あったやばキ気合入ってね ゆうだよユくんもチェキチョウ買いなよ絶対ゆうくんロロロングでもかわいいでしょういやいやもうあのゆうくんはもうショート派なの知ってるから私もいい,い,いそんな大丈夫です大丈夫なんでもう全然大丈夫ですよはい結構あの別れるよね別れる結構みんなチェキチョウは買ってある なんでなのに、なんでクレーゼットに入れるの意味わかんないんだけど、チェキチョに入れてよ、ちゃんと。<laughs> なんでか、なんで買ってるんだ。あっ、星ありがとう。カナちゃん、アイロンってワイシャツにアイロンかけるのうんうん。あ、コテコテなんていうのヘアアイロン。ヘアアイロンです。ゆくん、ロングでも可愛いなのはマジでよ。ありがとうございます。肯定されました。カナちゃん、ハルちゃん、夜の丸、ほ本当に よかったクマちゃんありがとう教えてくれて <laughs> ちょっと喉が喉喉を痛わって今日はちょっとそろそろやめようと思います閉めようちょっと誰が来てくれただけ見ようかなあ朝あさんいる今あさんありがとう来てくれてあとは喋れてなくていつも来てくれる人は なかあさんだね。ありがとう。いるかなもういない顔出して帰っちゃった。あ、やゆいるじゃんね。ありがとう。来てくれて。つけてりゃありがとう。で、あとはみんなお話ししたかな ?OK! <laughs> そうそう、ヘアイロンさん。ボケただけなんかい。本気かと思ったわ。みんなありがとう。こちらこそ。はい。ということで、本日は。 えー、短い間でしたがお付き合いいただきましてありがとうございましたまた5日後にお会いしましょうりなありがとうだってありがとうに来てくれてゆうくんおつねありがとうよくありがとう来てくれてきしさんおつか様さんもありがとう石井さんそうそう会いたいよいつも言ってるねこれかまちゃんおつはるさんもありがとうおつはる様、はい、さんはいあ朝あさんおつはるだってありがとう金くさんもおつありがとうはいということで本日はおつかれさまでしたおつさんもありがとうねまたねおやすみめっかゆいちょっと待ってはいということで また !5 日後やゆおつおやすみありがとうま